毎日のスキンケアの前に化粧水とコットンだけで潤いたっぷりのもっちり肌になる方法をご紹介します。用意するのは化粧水とコットンだけ。コットン全体にまんべんなくたっぷりと化粧水を含ませます。次にコットンを軽く伸ばしながら顔にのせフィットさせます。角質層に潤いが満ちていく心地よいひととき。パックする時間は3分から長くても10分。コットンが乾いてしまう前に剥がします。潤いたっぷりの肌荒れしにくい健やかな肌に、乳液やクリームなどで潤いを閉じ込め水分の蒸発を防ぎましょう。ローションパックは手で化粧水をつける時の3倍以上の潤いを肌に与えます。もっとうるうるもっちり肌完成です。ハトムギ化粧水はローションパックにぴったり。その理由はこの3つ。毎日の習慣で肌の潤い変わります。ぜひお試しください。